はい、皆さんこんにちは、ふんさんです。ということで第66回マリオカート8デラックスランダムカスタムドやっていきましょう。早速前回パートコメント58件いただいてますので、この中からランダムに抽選しましてランダムカスタム診断していこうと思います。ポン、25番の方よろしくお願いします。さあ、今回選ばれたのはこの方、ポン、ゆきいださんということで、なんだブルーかハングオン来い何言ってんのかと思ったら、あれか、前回のこのブルーっていうのはブルーファルコンのやつで、ハングオン来いっていうのはこの来いは来てくれの方のあれか、来いかハングオン信者なんで、ハングオンだけは来ないようにしてください。診断する、行きましょう。いださんはボスパックン来た、新キャラボスパックンで、パタテンテンいいね。古代のタイヤズングリカイトもコスメ出しましょう。かなりいいんじゃない。古代のタイヤも確かね、強化入ってたんでちょっと調べますけど、今からこれはかなり当たりカスタムな匂いがしますということで、オンライン潜っていきましょうか。ボスパックン顔でっかこれ中量級換気においてボスパックンの顔のでかさが他のキャラの3倍ぐらいありますが、さあ DK スノーボードクラス元世界一コースやっていきましょうか。マジでね、このボスパックンってキャラ面白い性能してまして、前回メトルマリオで出た時にこのボスパックン新キャラにお株を見てるまでいいとこ全部奪われましたよっていう動画を出した次にボスパックンが来るっていうね、何の因縁か分かりませんけど、メタルマリオのねステータス的に見ると無敵時間がメタルマリオより長いっていうね、ただの上位互換なんですよね。体がでかいっていうデメリットはあるものの、それをね気にしないぐらい前走って、あれ相手も取れてない。まあ頑張っていきましょうか。邪魔だな兵法。さっき話した古代のタイヤ、このタイヤもね実は陸上スピードプラス 0.25 強化もらってますんで、かなりいい組み合わせなんじゃないでしょうか。さあコイン0枚なのが少し気になりますが、まあここね、緊急出るわ。ここバグボックスなんでいいアイテム出るんだけど、さすがに使いづらいんで早めに使っとこう。でコインない方が2段ショートカット安定するまであるんで、まあ少なくてもいいでしょうという気持ちはあるんですが、さあ2周目もしっかりちょっと1回ブレーキ踏んで調整して、ちょっと膨らんじゃったけどキノコでリカバリーしたらいいでしょう。さあ決めていって3位、これ3周目綺麗に決めたら全然1位ありえんな。トゲナイス、トゲも言ってくれた。キノコ1個使ってそのボブヘイ食っちゃうか。あ、これ交換してリカバリーして1位で割りたくないから2位で割りたいけど1位で割っちゃったか。これコインでそう、コイン出られたらちょっとやだな。コインかどうしようか、まあ、トゲはないから。見てなかった。じゃあボスバックン顔でけえ見えてない見えてない、ボスバックンの顔がでかすぎて全然見てなかった。こうダブル取って綺麗に決めたら全然1ある、1近いんで。マゼランが1、サンダーフルか、回避めっちゃいるやん。何のサンダーそれ、4人5人ぐらい回避なかった。ちっちゃい状態でも難しいけどいけるっちゃいけるんで、跳ねてここも跳ねるけど落ちないで耐えた。いや相手も取れないか、これはきつい。サンダー回避出しすぎだって。ここの処理で1人ぐらい抜かせないか、綺麗に決めるけど8位か、クソいやまあ苦しいねこの DK スノーボードクロスは。バグボックスなくしてほしいな。前逃げコースだったら面白いんだけどね、打開コースになっちゃってるんで。まあまあまあ今日はね、このカスタムで1位1回でもね取っていこうかなというふうに思ってるんで、よかったら最後まで見ててください。スイーツキャニオン行きましょう。前前前、ボスバック後ろにちらつかないで、邪魔だな顔でけえやいや言うてね、顔でかいの気になんないでしょうって思ったんですけど、実際やっぱ自分に使ってみると、見てずんぐりカイトもでかくなってるから前の情報が全然見ない。ほら今バナナ設置されたら多分被弾しちゃうよ、見えないもん。危ない、置いてる置いてる置いてる、見えなすぎる、本当に見えない。ここショート化して前行っちゃうか、キノコ2個引いたんでここ1個とりあえず使って、そのバナナ食いたくないが、あ当たっちゃってんのか、楽か。結構距離まだあるなと思ったんだけど、実際には近かったらしい。キノコ出んのか、まあまだ前行けてるんで一旦止まらずにまだ行っちゃいますわ。後ろミトさんあるんで被弾そうだったら速攻で使いたいんですが、これ使っちゃおう。ここ出しといて、ミトさんボロン、トゲナイスで、コインアウト2枚余ってる、赤俺か。まあ、1個なら全然大丈夫でしょう。守ってくれて。前が全然見えません。怖いです。インコースマジ怖い。ここ炭消しつつ、さあコインもたんまり溜まってきて、ミドさんお帰りボロン。サンダー踏んのか。まあ、サンダーかい、さっきのスノーボードクロスと違って、いないんで許しましょう。さっきのマジ持ってねえよな。絶対1位取れたのに。まさかの5人ぐらい回避で。あー、何してんの？止まってる。あーちょっと怖いぞ、ノーアイテムは。ショートカゼめっちゃきた。
赤持ってないよね。やべ、全然情報取れない。情報取れなすぎる。このゲーム情報戦なのに情報が取れないのは致命的すぎないか。なんで前ミドさん持ってるのに俺ミド1なんだよ。逆だろ逆。いや、このまま前行っていけんのか。いつかにバナナ本当に見えないわ。このキャラダメかもしれない。みんな弱え。今マジで見えなかった。他のキャラだったら見えてるわ。なんかルイージー、あ、でもルイージーない、ワルイージーとドンキーが同じ性能なのに、いや、パックいる、やばい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 。ワルイージーが同じ性能なのになんでワルイージー使うのみたいなね、昔そういう議論があったんだけど、これはね、わかるわ。ワルイージーの方がいいわ。ワルイージーもしか強い。いやー、これ6位かな。クソ、やばい。このキャラ難しいぞ。サンシャイン空港行きましょう。サンシャイン空港も前行きたいけど、また最初のこのもみくちゃが怖いですね。ボスバックは赤コーラ一人潰しに行くのあれだけど、パーをたまんなかった。ミスター、いや、これおとなしく下がった方がいいっす。サンナウルト行っちゃった。本当は下行きたかったが、おとなしく一回下がってみるか。いや、コイン取ろう。この3枚取って、どうせまた前が潰し合うとは思うんで、6位か。ちょっとまたこの順位で我慢してみますか。一周目はまあ避難したらそこから考えるでも間に合うと思うんで、コイン取りたい。さあ、クッパでは全然曲がれないけど、空中だったらボスパックンでもしっかり曲がれますよと。さあ、ここトゲないですよ。早いね、トゲ。キノコ1個使っちゃって、オッケー、これで1位潰れたら2位3位も結構近いんで、さあ上位争いに食い込んできて、ミドさん熱いな。これ1個ショートカイ使ってさ2位潰れた。ナイス。いやー、それあかん、間に合わなかった。まあ、ショートカイいっちゃいいの。1位までは出れないか、全然。まあ、トゲ待ちが熱いから2位で、やっとなんか前走れる状況を作り出したんですけど、3位が赤コーラ持ってるんで、ミドさんはしっかりキープしていきましょう。インコースついて、じわ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 距離詰めていきましょうか。1個来た、あれ来てない、消えた。また緑か。さすがに裏の緑は嬉しくないんですが、あ、1個木箱に取られた。最悪、バックスラッシュしちゃうか。 OK、 1人潰して、ここも反射ワンチャン当たってくれ。 OK、 当たってる、いいね。トゲナイス、トゲナイス、トゲナイス。いやー、こっち来んのか、お前マジかよ。そこ通んのか。潰したい。 OK、 反射当たってる、ナイスナイスナイス。ここもう一回チョックかけて、ラグか。当たってないのか、ケサリン。え、しかもトゲ回避してるっぽいなあ。ラグいよ、お前ヨルさん、マジで。トリ巻き込んで、お前だけルさん、なんかあれ、ラグない、ケサリン。な、当たってんのか、当たってないか。当たってないんかい。いやー、なんか飛んでる、飛んでる、ワープしてる、ケサリンが。やばすぎる。どうなってるんだ。ダブル取って、ファイヤーでこのヨッシーは潰したい。当たれ。オッケー、しっかり狙って、後ろもちょっかいかけて、なんかぐちゃぐちゃだこのゲーム。全然気持ちよく走らせてくんない。いや、ダメかもしんない、今日。今日はダメな日かもしれません。ミュートしていきましょう。ミュートし、久々。ニスクできるかな。ニスクできるか不安なんだけど。まあ、頑張っていきましょうか。まあ、行こうぜ。これ、コインしっかり、ハイスタートなんで10枚あるんで、さあ、スピード差で、じわ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 追いついていきまして、抜かしたいな。赤コラ？これ、すいませんな。1位、防御持ってないんで、ここでダブルボックス過ぎる瞬間に、投げたら自分は2位で終わりつつ、なんで食らってないの。おかしくない、マジおかしい。潰すけど、潰してからいいけどさ、なんでさ、当たってないのはいいとして、アイテムすら削れてないの。ミス決めます。ブーメラン、それ当たりそうだから怖いな。ラインずらして、後ろちょっかいかけるか。めっちゃ詰まってる。当たれ、それ返ってくるやつ。1人潰す。ラグい、このゲーム。もっとね、ラグがね、マシになればもっと面白いゲームになるんですけど、ちょうど当たっちゃった。うまいスナイプだな。赤コーラ、ファイヤー持ってる、ファイヤー持ってる。やめて、ほんとやめて。ラインずらすよ。こっち避ける。もう使い切ってる。ダブル取れそう。オッケーオッケー。コインも10枚戻しつつ、ファイヤー、俺は今度はちょっかいかけるバージョン。今度俺が行きます。そのミドさんやばいから消しつつ、もう全部壊せなかったか。ちょっと打開します。このまま行っても絶対勝てないんで、しっかり順位下げて10位、9位割りしといて、スターいけないか。いや、苦しいな。1周目いい立ち回りしてたのに、これがボスパックの様子か。なんか本当に避難に近い気がするわ。ちなみにカットしまくってるんですけど、もうレート100ぐらい飛ばします。全然ね、カスタムのね、あの組み合わせ的には悪くないんですけど、パタデンとか引いてマジで勝てなくて、避難しすぎてもうレート100ぐらい飛ばしてるんで、やめてくれマジで。いやー、きつい。無敵時間長いってどこ行ったんだよ。もっと長くしてくれ。まあ、パタテンテンがね、無敵時間短いんで、そう考えたら、あ、ちょ
勝てないみんな、やばい、マジで勝てない。スター使っちゃう。ここショートカットいったら、まあ、注意までは入れそうではあるけど、1人抜かして2人抜かして4で素晴らしいと思います。5かマジで勝てないこれ、やばいわ。リカバリー、いい、冷静に、いやーもうさすがにここターボたまんないか、たまる。さあマイクぞ、バランスさん、それ当たりそう、ブレーキ一旦緩めて、ヤカもいんのか、くそキノコで抜かせそうではある。あくさん、いやー体がでかい。ここダブルいい感じに取れそうではあるが、キノスおい、ということで1日開けてきたわ。もうこのままじゃ悔しいね、実況者として。さすがに3位以上は1回取ってやろうということでね、1日もう何したら勝てるか考えに考えて、もう1回ボスパックンで挑んでいこうと思います。何をしたら勝てるか、前走ります。もうひたすら前、もう変わってない、昨日作戦変わってません。結局は被弾したら負けなんで、ここのショートカットで前行っちゃう。前出れたらかなり熱いけど、空中飛んじゃったから空中のハンドリングあるよ。お付け。さあ昨日一にこのバナナ食わずに前に出れたらかなり熱い。どっち行く？右のダブル取る。それ潰したいな。オッケー。ダブラが引いたんで、そのバナナ投げてこようもんなら速攻で潰しに行ってやりましょう。ここ次投げるわ、攻めるわ。ここのボックスで1個投げて、置いた？消されたか。消されたっぽいな。でももう1個持ってるんで、1位が緑引いてますけど、ジャンプしてなかった。まだまだ圧かけていきましょう。トゲもね全然ありえるんで、ここで圧かけて投げたら、それ危ないんじゃない？間に合ってないよね。オッケー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 。俺に役来てるけど、さあ消えた、ね、裏にキノコ引いたの熱い、勝てる。いやー、いや、まだ諦めんな、まだ諦めんな、まだ3位なら全然ある。1位も言うて近いけど、いやー、回避いる、キノさんで回避していっぱい回避いる。あーあー終わりだあ、なんでこんな、なんかボスバッグン使ったら流れ悪いんだろうな。キノさん、え、まだ近いよ、すぐ近い。このキノさんでショート化に1個使いつつ、いや交換するべきか。1個使っちゃって交換する、さすがに防御が大事だわ。もちろんショート化もいいんだけど、そんなめちゃめちゃ速くないし、これバナさんボロンすぐ早めに出しておいて、絶対に出しない、絶対に出しない。でここダブル潰しに行く。4444、あと1人潰して、あと1個抜かしたら3位、念願の。カーボは空中で解放が早い。潰してお前ら、開かないっす、いいよ、当たってないか、頑張れ、頑張るんだ、他力本願。赤はこれ消せる、後ろ赤来てるけど、ファイヤーで1人潰したら勝ち。当たれ、当たってる、当たってる、3位でいい。よし、いった、これはさすがにやったー1日空けて念願の3位以上、3位でこんな喜んでる人世界中に俺しかいないでしょということで、なんとかね、3位取れましたんで、まあ、今日はねこの辺にしようかなというふうに思います。また今回のコメント欄から抽選しますんで、よかったらねコメントと高評価チャンネル登録してくださると幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。よかったー。